結構天下たちの方が早かった。ことじゃないの。雨と風と雷より早いなんて、私たち結構やるじゃない。あ、にうん、確かに天下たちすごい。あ、でも一生懸命走ったら喉乾いた。何か飲もうか。あ、ありがとう、ちゆきさん。うん、私も飲みたかったの。してる？ああ、天下の好きなゲームアプリのやつ、今日大きい更新あっていっぱいゲーム良くなって、天下の好きなキャラもイベントに出るから。そうなんだ。よし、それじゃ喉が潤ったらワクワクタイム。見て、天下ちゃん。お、キラキラしたペンとインクとノート。お散歩中に見つけたの、素敵なガラスペン。私ね、これ早く使ってみたかったの。ほら、ペンもインクもノートもまっさらで、何か書いてって言ってるみたいじゃない。だからワクワクタイム。お絵かきとか詩なんかも写してみたいな。すごい楽しそうだね。それできたら天下に見せてくれる？うん、もちろん。だから天下ちゃんも好きなことをしてて。あ、うん、好きなこと。あ、ローディング画面も変わってる。かっこいい。すごいいいね。
私もこの詩好きなの。紹介できて嬉しい。わ、うん。天下だったら何書こうかな。なんかかっこいい言葉とか、神降臨みたいな。今度はいっぱいインク持ってくるから、色を選ぶところから始めようか。うん。楽しみ。ずっと残るものよりなくなるものの方がいいよね。お菓子とか食べ物系。ちゆきさんだったらどれが嬉しい？そうね、確かにお茶やお菓子は間違いがないけど、残るものにも良さはあるかも。それってもらう側の時？どっちもかな。受け取る側だったら、いただいたものは時々取り出して眺めたいなって。これを選んでいる間、私のことを考えてくれてたんだなって嬉しくなるし、送る側だったらちょっとだけ、なんていうのかな、自分の跡が残ってるものがいいなって。自分の跡？うん。なんて言うんだろう、送った時にちょっとハッとしたり嬉しくなってくれたり、その後も時々思い出す鍵になってくれたり、そういうの。やっぱりその方がいいかな。本当はね、アマナもそうしたいなって思ってたんだ。でもちょっとだけ気になることがあって。相手の方、お世話になった番組ディレクターさんだったよね。うん、めっちゃ優しくって頼もしい大人の女性って感じの人。困ってた時とかさりげなく助けてくれたりしたの。素敵な人だったんだ。うん、だからできればいいものを選びたかったんだけど、似合うものとか思いつかなくて、逆に困らせちゃうのは良くないかなって。アマナちゃん、その方が好きなものって分かったりする？そういえばそういう話ちゃんとしたことなかったな。お仕事してる中で、あって思ったことは？例えば、晴れより雨が好きとか、チョコよりクッキーが好きとか。それならあるよ。アイスクリームの差し入れがあった時、めっちゃ嬉しそうだった。好きなんだなーって思ったこと、覚えてるよ。他には？他には、あ、ウサギの話してたかも。犬と猫どっち派っていうお話してて、ウサギも選択肢に入れてほしい、可愛いんだよって。ディレクターさんも可愛い。もっと聞かせてくれる？そのディレクターさんのこと。うん、あとは、ちゆきさん、本当にありがとう。めっちゃいいもの選べたと思う。どういたしまして。素敵なプレゼントが選べたのは、アマナちゃんがその方のことを好きで、いろいろ覚えててくれたからだと思うな。そうかな。でもね、
やっぱり千雪さんのおかげで。このウサギのついたアイスクリームスプーンにたどり着けたんだと思うんだ。アマナが迷ってる時にくれた千雪さんのアドバイス、大人だなって感動したし。ありがとう、嬉しい。でもね、私もお話を聞きながらずっとアマナちゃんは大人だなって思ってたんだ。一生懸命お世話になった方のことを考えて、どうしたら相手のことを喜ばせられるかなって考えられるのってすごいな、大人だなって。そう思ってたんだ。だって私が高校生の時なんて時なんて何かあったの？秘密。あ、今日はこのメロンのスペシャルビッグパフェを食べちゃおうかな。大人だしね。だったらアマナもそれにしようかな。ちゆきさんに大人って言ってもらっちゃったし。ありがとうございます。私たちも出来上がり楽しみにしていますね。はい。おお、喜んでもらえてたんですね。めっちゃ嬉しいです。用意してません。でもタクシー乗り場はすぐそこですし、大丈夫かなって。お花可愛かった。傘嬉しいけど、読者プレゼントにおろすってお伺いしたような、よろしいんですか？そういうことなら、ありがたくいただいちゃいますね。この柄、とっても素敵で、プライベートでも刺して歩きたいなって思ってたんです。結構降ってるね。うん、傘もらってきてよかった。そうね、タクシーも出払ってるみたいだし。あ、お、天気雨だ。ほんとだ。こういうの、キツネの、なんだっけ、嫁入りだったと思う。お、天下ちゃん、千雪さん、見てみて。めっちゃ綺麗。綺
ラキラ。光が色とりどりでとっても新しい傘だから、雫も丸いまま転がって宝石みたい。なんだか本当に千雪さん、どうかした？大したことじゃなくて。神、降臨せよ。お、呪文？かっこいい言葉。千雪さんとノートにガラスペンで書いたやつ。なんか強そう。降臨。私もさっきね、リキッドサンシャインって思ってたんだ。天気雨の別の名前なんだけど。リキッドサンシャイン。ねえ、覚えた。